皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今日はもうガチガチの宣伝をさせてください。前回とかの動画でもお話ししてますし、 SNS の方でもご報告させていただいてるんですが、クラウドファンディングで絵本を作りたいんですということを前お話しして、改めてちょっと今回完成したよという動画を出させていただきます。本当にご協力してくださった皆様ありがとうございました。皆様にはこんな風に一生懸命、発送させていただきまして、車椅子の方々、他の方々の絵本も絵も載せれるよっていうのを募集させていただいて、8名ですね、8名の方からご応募いただき、こんな風に絵本の一番初めの見開きに、これは本当皆さんそれぞれ描いていただいた絵を載せさせていただいてます。で、文字っていうか文章はですね、私が考えて書かせていただいて、でイラストはこんな感じですね。イラストは藍泉源太郎という私と友達から書いていただきました。泉源太郎はですね、前永田町事件の、アンサー動画で、登場していただいたんですけど、その方は大学の在学中に精神疾患になりまして、こう喋ることとかも一度はできなくなったんですが、それを克服してっていう経験を今セミナーとか講演会とか、福祉の活動を通して、伝えていったりしています。で、今回英語の文章をですね、こんな風につけました。で、やっぱ車椅子とか脊髄損傷っていうのは日本だけではなく世界の話なので、やっぱ英語でもこう伝えていけたらなという思いで英語を書かせていただいたんですが、私は英語が全くできないので、この英文も2019年の3月にですね、交通事故で脊髄損傷になった秋山真帆という車椅子になってから出会った車椅子ママがいるんですが、その方が英語できるので、その方から英語を書いていただいてっていう、3人のいろいろ、いわゆる障害の経験者というか障害がある人たちと、あとそのクラウドファンディングでご協力していただいた人たちと、絵を描いていただいた人たち、たくさんの力を借りてこの一冊を完成することができました。本当に、ありがとうございました。で、クラウドファンディングはですね、目標金額が35万円だったんですが、90万円も集まりまして、予定してたのが200部の印刷が今回300部印刷することができました。200部はですね、私の山形県の庄内地域の各保育園さんとか学校さんに寄贈できるように、教育委員会さんとお話をさせていただいてます。で、その他はクラウドファンディングで、お返ししたりしてるんですが、今後もやっぱりいろんな学校さんに届けたいです。いろんな子どもたちに、多くの子どもたちにこの絵本を届けたいと思っています。中身の内容としても、車椅子になった出来事の時からでもいろんな人たちが支えてくれることで、ハッピーになるんだよ、幸せになるんだよっていう内容、自分が一歩でも進むことができれば本当世界っていろいろ広がるんだよっていう内容になってますので、子供さんから大人まで読める絵本だと思ってます。私の甥っ子ちゃん、姪っ子ちゃんも文字は全然もう読めません。まだ2歳とか1歳なので読めないんですけど、この車椅子の絵を見て、孫ちゃんだっていう風に言ってくれてます。本当にそういう時の理解からでいいと思ってます。文字が読めなくても絵を見て、こういう人がいるんだなっていうのをまず感じてもらうことが私は大事だと思って絵本を作ったので、その思いを
もっともっと届けたいです。ただそのためにはどうしてもやっぱり印刷をしなきゃいけなくて、印刷代っていうのが必要になってきてしまいます。なので、私のホームページでこの絵本を販売させていただいて、でその販売したお金を元に寄贈する分の印刷代にしたいなというふうに思ってるので、本当にあの皆様ご協力、購入のご協力をお願いしたいというガチガチの今回はお願い宣伝の動画になりました。でまた7月18日までこちらですね、今これドライメッシュのリハビリとか運動に最適な方の T シャツなんですが、これの予約も受け付けております。で T シャツの方はですね、売上金の一部を、まあ、今はまだこう県内の障害者施設になるんですが、県内の障害者施設に、売上金の一部を寄付する予定でもいますので、そちらのご協力もよろしくお願いしたいなと思ってます。なんかこんな風にガチガチに宣伝することっていいのか悪いのか、なんかいやらしいのかどうなのかっていうすごく悩みがあって、あんまり YouTube で買ってください何してくださいっていうことが少ないんですよね。 SNS、Twitter とか Instagram の方ではやるんですが、なかなかこう YouTube でやっていいのかなとかいうふうに思うんですが、でもちょっとがめつくでもどうしてもやっぱこの本を届けたいんです。でもやっぱ自費でやるっていうのは結構相当お金がかかるので、いやらしくもやっぱりご協力のお願いをしたいなと思って今回動画にさせていただきました。なので、買ってくださいもう買ってほしいです。でも本当にまあエッセイ本もそうですけど、絵本もあの読んで損はない内容になってると本当に 100% 言えますなので、子供さんだけでなくぜひ大人の方ももしよかったらあの読んでいただけたいなと思います。はい、ガチガチ宣伝動画は終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。